セオドア・ルーズベルトとイーディス・ルーズベルトとその子供たち。子供は左からクエンティン・ルーズベルト、セオドア・ジュニア、アーチ・ボールド、アリス・ロングワース、カーミット・ルーズベルト、エセル・ルーズベルト・ダービー。以下は、ケイシや非着出資を含むアメリカ合衆国大統領の子供の一覧である。2021年10月31日現在、33人が存命であり、 最年長は、リンダ・バード・ジョンソン・ロップ、最年少は、バロン・トランプである。また、ジョン・アダムズとジョン・クインシー、アダムズ、ジョージ・ H.W. ブッシュとジョージ・ W. ブッシュは親子二代で、大統領を務めた。マーサ・ジェファーソンとの子供サリー・ヘミングスとの、子供マディソン夫妻の間に子供は、生まれていないが、ドリーとンプが儲けた息子二人のうち生存していた、長男を結婚当初より育てている。 アンナ・ハリソンとの子供奴隷との子供、レキティア・タイラーとの子供奴隷との子供、ジュリア・タイラーとの子供ポークは、実施、養子、軽子を持たなかった現在までで、唯一の大統領夫妻である。キャロライン・ハリソンとの子供、メアリー・リミック・ハリソンとの子供、アリス・ルーズベルトとの子供、イーディス・ルーズベルトとの子供、フローレンス・ハーディングとの子供、ランブリットンとの子供、ジェーン・ワイマンとの子供、 ナンシー・レーガンとの子供、イバナ・トランプとの子供、マーラ・メイプルズとの子供、メラニア・トランプとの子供、ネイリア、ハンターとの子供、ジル・バイデンとの子供、2021年10月31日現在、33人が存命である。以下は、その一覧である、現職大統領の子供最新の死亡者は2013年12月21日の、ドワイト・ディ・アイゼンハワーの息子のジョン・アイゼンハワーである。彼は、 リチャード・ニクソンの娘のジュリー・ニクソン・アイゼンハワーのギフでもある。ありがとうございます。